Tokyo Ballroom Dance Academy 2018。関東賞です。それでは関東賞ラテンアメリカン部門にノミネートされました選手をご紹介いたしましょう。立て深夜佐々木綾乃のみ東急シキュサイン。宮内俊介、尾崎沙織組、前期 CQ2 位。
川原田梨央、杉下園美組、天気シーキルボイ。梅田健次郎、杉田梨沙組、後期 C 級5位。
川祐希、石川七瀬組、天気新旧6位。以上、関東賞ラテンアメリカン部門9組のノミネート選手をご紹介いたしました。この9組が今年 B 級に全員昇級しております。今年のダンス競技会では大いにこの9組が盛り上げてくれることでしょう。それでは関東賞にノミネートされました選手にもう一度ステージ上に登場していただきましょう。関東賞ラテンアメリカン部門にノミネートされました皆様には、選手会清水元光副会長より記念のトロフィーが贈られます。清水副会長ありがとうございました。それでは関東賞部門大賞の発表です。関東賞ラテンアメリカン部門大賞は、東海林祐介、橘遥香組です。おめでとうございます。それではこれより表彰に移ります。大賞の東海林組には、東部日本ボールルームダンス連盟副会長岡本秀夫様より賞状およびトロフィーが贈られます。岡本副会長ありがとうございました。続きまして、一般社団法人日本社交舞踏教師協会会長奥村三郎様より副賞が贈られます。
奥村会長ありがとうございました。さらにラテンアメリカン部門大賞の東海林祐介立花遥組には有限会社佐藤印刷専務取締役北山雄二様より特別スポンサー賞が贈られます。北山様ありがとうございました。さあそれでは関東賞ラテンアメリカン部門見事大賞に輝きました東海林祐介立花遥組に栄光のダンスを踊っていただきましょう。どうぞフロアへお進みください。種目はルンバです。関東賞ラテンアメリカン部門大賞に輝いた東海林祐介立花遥組によります栄光のダンスをご覧いただきました。ありがとうございました。今回はおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちをお聞かせ願いますでしょうか。今もう単純にもうずっと不安だったので、もう本当に嬉しいです。あとやっぱり去年1年間の賞なので、本当に去年1年の感謝の気持ちで今胸がいっぱいのところですね。そうですね、本当にプロになって 1,2 年目になかなか成績出なかったこともあったんですけども、去年は本当に皆さんの応援のおかげでもうここまで来れたという感じで、今年もまた頑張ろうという気持ちで、はい、スタートしたいです。続きまして関東賞スタンダード部門のノミネート選手をご紹介いたしましょう。岡田拓磨、工藤桃子組、後期 C 級優勝。
原田美郎組、滝田智子組、国旗 C 級6位。田原雅彦、馬淵舞組、後期C級5位。
久保沢麗太、宇佐美ひろこ組、前期新旧4位。
島ひろし、中尾由美組、デキシキュサイン。以上、関東賞スタンダード部門10組のノミネート選手をご紹介いたしました。それぞれ個性豊かなダンスで今年の競技シーンを大いに盛り上げてくれることでしょう。さあ、それでは関東賞にノミネートされました選手にはもう一度ステージ上に登場していただきましょう。関東賞スタンダード部門にノミネートされました皆様には記念のトロフィーが選手会菅井学会長より贈られます。菅井会長ありがとうございました。それでは関東賞部門大賞の発表です。関東賞スタンダード部門大賞は岡正弘、笠松舞菜組です。おめでとうございます。それでは表彰に移ります。大賞の岡組には東部日本ボールルームダンス連盟副会長岡本秀夫様より賞状およびトロフィーが贈られます。岡本副会長ありがとうございました。続きまして一般社団法人日本社交舞踏教師協会会長奥村三郎様より副賞が贈られます。
岡村会長ありがとうございました。さらにスタンダード部門大賞の岡正弘笠松マイナ組には株式会社みやびより特別スポンサー賞が贈られます。本日は代表取締役西田忠様が都合により欠席されましたので選手会菅井学部会長がプレゼンターを代行いたします。菅井会長ありがとうございました。さあそれでは関東賞スタンダード部門見事大賞に輝きました岡正弘笠松マイナ組に栄光のダンスを踊っていただきましょう。どうぞフロアへお進みください。種目はスローフォックストロットです。関東賞スタンダード部門大賞の岡正弘笠松マイナ組に栄光のダンスを踊っていただきました。ありがとうございました。今回はおめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちをお聞かせ願いますでしょうか。いや取れると思ってなかったのですごく嬉しいです。嬉しいです、はい、おめでとうございます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。